幼児期の子どもたちは甘えたい盛り。可愛らしい子どもたちを見ていると甘えさせてあげたいと思うのは正直な気持ちですよね。それでもしつけという言葉が頭をよぎり不安になることもあるかもしれません。今回は東京都市大学人間科学部教授で発達臨床心理学、児童学、保育学に詳しい井戸ゆかり先生に上手な甘えさせ方についてお話を伺っていきます。文京区で子育てをしているお母さんたちに甘えさせについて聞いてみました。そうですね、寝る前だとか、あとおむつ替えの時だとか、そういうちょっとした必ず触れる時にはちょっと必要以上にくすぐってみたりだとか、そういうひと手間というかを加えたりとかしています。結構抱っこが好きなのでよく抱っこしてるのもあるんですけど、あとお風呂の時に浸かりながら手遊び歌っていうかやったりとか、あと寝かせる前はギューって抱っこして大好きだよって言って寝かせると結構すぐ寝たりするので。甘えさせっていうと、皆さんどう考えるかっていうと大体悪いイメージが多いのかなと思うんですね。甘えさせることは良くないっていうふうに思われるお子さんのお父さんが多いと思うんですけれども、実は甘えさせっていうのは非常に大事で、甘えさせることによって、子どもは甘えを受け入れてもらえた、そう感じますと自分が親御さんから受け入れてもらえてるという安心感や安全感、信頼感というものを得ることができるので情緒も安定しますし、子どもの情緒が安定すると子どもはお父さんやお母さんに受け入れられてるということをベースにして、お父さんやお母さん安全基地としていろんなことにチャレンジすることができます。例えば初めて行ったところ、あるいは初めて会う人などがいたときにお父さんやお母さんの顔色を見て大丈夫かなということを確かめたり、それから、ちょっとまあチャレンジをして、もし何か失敗をしても、あ、お父さんのところに行けば大丈夫、お母さんのところに行けば大丈夫というような思いがあるので、そこのところは安心をしていろんなことにチャレンジができるということになります。それがまた自立にもつながっていくということにもなります。ちょっと泣くとすぐに駆け寄って抱っこしちゃうので、一時期その抱き癖がついちゃったりとか、あとなんか後追いがひどくなっちゃったりして、なんか私の母に言わせるとなんかすぐに構えすぎよとか言われちゃうんですけど、ご飯を食べる前におやつあげちゃうとか、そういうところですかね。あまりにもこう泣いちゃったりとかするとあげてあげた方が後々のご飯にもつながるのかなと思って、先におやつとか果物とかご飯の前にあげちゃったりっていうのはあります。甘やかしについてなんですけれども、甘やかしの弊害っていうのはいくつかありますけれども、例えば子どもがぐずった時に何か物をあげる、お菓子を渡すとかですね、それから、ゲームを渡すなどで、そうすると子どもはその時は機嫌が良くなるかもしれませんけれども、そういったことをしていると子どもはますます、物欲が増えてしまって、ぐずったりして、ぐずれば何かもらえるということをやはり学習してしまいますので、これもあまり良くないということになります。それから、今の、お母さんたちにちょっと多く見られるかなということなんですけれども、子どもが困りそうだなと思うことがあると先回りをしてその課題を解決してしまうという親御さんが結構増えているように思います。
何でもやってしまう、親がやってしまうということです。子どもは自分で育つ力を持っていますけれども、すべてやってしまうと子どもやお母さんやお父さんがやってくれるものだということを学習してしまいますので、依存度が高くなり自立が遅れることがあります。で、子どもさんたちはこれから育っていく中でいろいろな問題に多くぶつかっていきます。その時にいろいろな問題にぶつかった時に、いつもいつもお母さんやお父さんが手助けをしてくれるわけではありません。いつかは自分の力で生きていかなければならないということになります。ですから、いろんな経験をして、それは時には苦しい辛いことかもしれない、あるいは失敗して嫌だなと思うことかもしれませんけれども、いろんな経験を積むことが最終的には自分が生きていく上で何か問題にぶつかった時に解決する術、解決法の引き出しをたくさん持っていることになりますので、いろんな経験を積むということが大事なので、あまり先回りをして全て親御さんの方で解決をしてしまうということは望ましくないと思っています。例えば洗濯物を干すとか掃除機をかけるとか、そういう一つの行動がなかなか自分の思った通りに完結しなくて、まあ、下の子に泣かれるとか上の子に邪魔されるとか、なんかいなかったら普通に何でもなくできるようなことが、こう子供が2人いることによってこう思った通り達成感を味わえない、もう本当にちょっとしたことなんですけどは結構精神的にきます。子育てをしているときにイライラしてしまうということはあると思います。私自身もイライラしたことがあります。そういうときはやはり心にゆとりがないときなのではないかと思います。心にゆとりがないとどうしても叱ってしまったり、日頃だったらば叱らなくて済むようなことでもきつい口調で話をしてしまったり、あるいはお子さんからサインがあってもそれに SOS サインがあっても気がつかなかったりというようなことがあると思います。イライラしているときはどうしても気持ちが落ち着きません。ですから少し、思考を止めてっていうことも大事だと思います。ただ思考を止めてって言ってもなかなかそれが難しいので、どうするのかということなんですけれども、それには体を動かしてみるといいということが言われています。これもですけれども、例えば、音楽をかけてお子さんと一緒にダンスをしてみたり、ダンスといってもしっかりしたきちっとしたダンスではなくて、体をちょっとこういう感じで動かすということでもいいと思うんですけれども、そういったことをしてみると少し緊張がほぐれたりイライラが取れたりということがあると思います。もしかするとお子さんも一緒になって楽しんで踊って親子の絆が深まるのではないかと思われます。で、そのイライラを減らすということもなんですけれども、まずそれにはやはりお父さんやお母さんの心のゆとりを持つということが一番大切なのではないかと思います。そのことが甘えさせにもつながっていくと思います。で、甘えさせの時間の作り方なんですけれども、まず一つ目ですが、家事でですね、手が抜けるところは抜いてみたらどうでしょうかという提案です。例えば食事は毎日取らなければいけないものですけれども、それを全部手作りにすると大変な負担がかかると思います。ですからたまには手を抜いて出来合いのものを使ってみる、あるいはお洗濯なんかですと、お洗濯は、毎日しなければならないという時もあるかもしれませんけれども、1日ぐらいしなくても大丈夫よという時もあると思います。そういった時には1日お洗濯を休むとか、自分のペースで少し加減をされるといいのではないかと思います。ご自身の時間を作るということも大事です。というのは子育てから少し離れてみるということなんですが、例えばお父さんお母さんどちらかがお子さんを見る、あるいはその間にどちらかが例えば美容院に行くとかショッピングに行くとか、あるいは昼寝をするでも構わないと思いますけれども、ご家族であったりそれから地域のサービスなどを利用させていただきながらご自身の時間を作るということをお勧めします。子どもはいずれ自分の足で生きていかなければなりません。そういった時にその自発性が発達しているかどうかというのは、やはり甘えさせというものがベースにあって、その中からいろいろな意欲であるとかチャレンジ精神であるとか、そういったものを生み出しますので、ぜひ時間があればゆとりを持って甘えさせを受容していただけたらと思います。